午後3時ですね、15時キックオフのゲームとなりました。まずは14分のシーンです。このコーナーチックからこのこぼれ球、久保が左足を振り抜いたミドルシュート、枠を捉えていましたがチーバーがセーブしています。そして15分です。ジャクとのロングスロー、この矢島が倒されてここで PK が与えられます。まあ、このプレーで藤原にイエローカードが出ました。そしてピッカーは矢島です。ただここをゴールキーパーのニエカーが見事なセーブです。完全に止めたという感じですけども、ここはセーブしました。これはビッグセーブでした。32分です。尾崎が中を見て早めのクロス、ファーサイドフリーでヘディングシュート、青木です。これは早い判断でしたし、うまく青木もフリーで中に入ってきましたけども枠を捉えることはできませんでした。さあ後半の立ち上がり、フリーキック、右なら尾崎、左なら砂森というところでしたが、砂森がキーパーの逆をついて見事に決めました。沼津先制です。松藤にお子さんが生まれたということでそのセレブレーション、ゆりかごダンスもありました。完全にキーパーの逆を取った、砂森、今季初ゴールになります。そして57分のシーンですけども、ここでボールをうまく谷口が奪って、そのボール福井院が運んでそのまま右足を振っていきました。これが追加点、2対0になります。福井院は前節に続いてこれで2試合連続ゴールになります。前節も、ドリブルからのシュートということでしたけども、ボランチのこの選手がここまで攻撃に参加できるようになると、またこれ沼津の攻撃が楽しみになっていきます。73分です。品田が右足を振って、これはいいシュートでしたけども枠を捉えることはできませんでした。